ダウラは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。ミニョンヌ川ダウラとは、ブルトン語で、二つの流れを意味する、ダラズに由来する。町には、ミニョンヌ川とレジュザン川が交差する。一部の学者は、ダウラスの名がウェールズにあるダラズを連想させると、主張する。これは、ランベルノーの名が、ウェールズの北部海岸沿いの大きな村。 ランドイナを連想させるのと同じである。そしてディリニオンは、聖ノンヌの土地が由来であるという説には、古代に、ウェールズから6世紀頃のアルモリカへ移住が行われた痕跡を見ることができる。地名についての民間伝承では、以下の説明がされている。ダウラは、ブルトン語のダオとラスからなっている。ダオはに、ラスとは、殺されたものを意味する。 これは、タデックとジュデルスという502年頃に風領主に殺された修道士を指している。もっと三文的な説では、ダウラはダオー、グラスからなっているという。これは二つの川のうち一つの名前、ミニョンナ川の古い名称である。中世にラテン語で書かれた一部の文書では、地名はダオーラシウムと記されている。ダウラの一長は、 ミニョンヌ川とレジュザン川の合流地点にある。さらに上流では、ケルダウラスのマノワールが谷を見下ろしている。町は、ブレスト帝白地の中ほどにあり、ダウラ川口の端にある。この河口は、典型的なリアス式海岸で、高校の限界地点であり、潮の看板の影響を受けている。町は、コルヌアイユ市教区の一部で、ブルトン後のコルヌアイユ方言が話されている。 コルヌアイユ地方からレオン地方へと変わる位置にあり、町は正式にはレオン地方に含まれる。ブルトン語のことわざでは、ルフー・トランデルノーの間は、レオンでもなければコルヌアイユでもない。という。地質学上では、ダウラはダウラシザンと呼ばれるデボン期の校舎に位置し、ハンガンが優勢である。ロゴナダウラの校舎は火星ガンが優勢であり、 ルフーでは、ケルサナイトが多く、ダウラとはいずれも異なる。一部のハンガンは、水分の作用によって変化し、香りナイトとなって、磁気産業が発展する後押しをした。しかし、磁気産業は1890年代に消滅している。他のハンガンで変化が少なかったものは、ロゴナイ誌と呼ばれている。アルベルルグランの聖人伝ビデセインとチャオアや、 当時の他の文筆家の著作によれば、6世紀のルフー領主は異教徒でキリスト教会内で二重の罪を犯した。兵士の一団を引き連れた領主は教会の扉を蹴破り、古代の神々の敵であるタデックを祭壇の上で殺害した。ランデベネックへ逃げたジュデュリュスは領主に首をはねられて殺された。ジャウアは幸運にも無傷でブラスパールへ帰還した。 しかし神は領主に復讐した。恐ろしいドラゴンが現れ、ルフーやその周辺を荒らし、領主は悪霊の餌食となった。レオン主教だったポル・オレリアンは彼の力で怪物を倒し、殺人者を癒した。領主は改心して、キリスト教徒となり、成人殺害の代価として、まさにジュディリュスが殺害された場所にダウラ修道院を建立した。 聖者はが修道院建設の責任者であったという。ルフーとランデルノーの間には、カンペールとランデルノー間を通じるローマ街道が二つの経路に分かれていた。一つはイルビアックとサンテュール版に直接向かい、もう一つは古城になってロピタルイコールカンフルー、ダウラ、ディリニョンへ向かっていた。ダウラスの港6世紀頃には簡素なモット ベイリーがあるだけであったが、後にカストルムになり、12世紀に修道院が建設されるとともに、町へと成長していった。町は港と製粉所を中心として拡大した。町は最初、ケルサナイトで作られた砲弾の輸出で知られ、その後15世紀にはダウラという名の雨織物の輸出で知られるようになった。ウィリアム・シェイクスピアのヘンリー四世では、 ダウラスという織物の名が登場するが、品質の悪い織物として描かれている。レオン主爵はダウラに城地を12世紀から置いていた。1163年、ルフーハクリュランは、レオン主爵エルベ2世とその息子ギオマール4世の二人を待ち伏せして捕らえ、シャトーランの砦に遊兵した。エルベ2世の次男で、レオン主教のアモンは、同外報復のため、 ブルター入高校難4世に支援を依頼した。捕らえられたルフーハクと彼の子供、そして弟はダウラの城に閉じ込められ、水も食べ物も与えられずに餓死させられた。中世のダウラは、少なくとも都市に必要な条件を持ち合わせていた。多くの通りや住宅があり、政治的にも市民的にも必要な人口があった。 1441年8月16日と1443年7月3日の日付の2つの公文書によれば、ダウラ港に入ってくる罪には、注文をした荷物の受け取り人がダウラ博に対して半分分けしなければならないという4年間の権利が延長された。1675年7月3日から4日、ダウラとランデルノーに飲酒税一機の波が達したことが知られている。 ダウラ教区の面積は小さかったため、アマに関する産業は重要ではなくなっていた。それでも18世紀半ばには、18のオリ木のみがあった、ことが確認されている。戦死者の記念碑1820年の少し、前、ダウラに学校が開校した。1858年8月12日、皇帝ナポレオン三世と皇后ウジェニーがダウラを通過した。 1861年、フィニステール県議会は、かつて毎週水曜日に行われていたダウラの市場の復活を承認した。1865年から1866年にかけて流行したこれらで、ダウラでは二人が死亡した。19世紀、地元経済は、磁気工場の設置と缶詰製造とともに、 パリオルレアン鉄道会社によるブレスト・カンペール路線の開通で成長していた。ダウラの記念門には77人のフランスに命を捧げたものの名が刻まれている。そのうち第一次世界大戦の戦死者は60人、16人が第二次世界大戦の戦死者、一人はフランス領北アフリカでの戦死者である。参照元年まで、 イヘス2000年以降 INSEE2007 年の新学期時点でコミュームの児童の8.1%が二言語教育の小学校に在籍していた。ありがとうございます。